ご視聴ありがとうございます、えー。今日は天皇誕生日ということで、まずはちょっとお祝いの言葉をですね。天皇陛下、お誕生日を迎えられ、誠におめでとうございます。心からお祝い申し上げますとともに、天皇皇后両陛下のご健康をお祈りいたします。滑らぎさ坂。 まああの滑らぎやさ坂というのは、まあ、繁栄あれみたいなね天皇が栄えるってことは日本が栄える、ね、日本国民みんながあの栄えます、まあ、よくなりますようにってことで,で現在のれ令和の時代の天皇についてちょっとお話しする前に少しだけですねあの天皇の呼び方ってあの 戦後あんまりちゃんと教わってないというか <laughs>、知る機会がなかったりすると思うんですよ。で、まあ今の、令和、今の時点での天皇陛下というのは、基本的に天皇って、て天皇って呼ぶんですよ。要は、その個人の名前が、ね、普通人それぞれこう個人の名前がありますけど、個人の名前じゃなくて、あの、 まあ天皇もしくは陛下だったり金城天皇今上って書いて金城天皇と呼ぶんですけど今の時代の天皇のことは金城天皇って呼ぶんですねでその令和天皇と言うとしたらお亡くなりになった後なんですね意味なと言って仏教の戒名みたいなもんですかねまああのそういうなんか要は今で 明治天皇とか昭和天皇とかってそういうこと聞いたことあると思いますけど、あれはあくまで亡くなった後のことで、今の時点では、天皇陛下っていうのは、まあ現代的な呼び方みたいなんですね。で、正しくは、まあその天皇もしくは陛下、近所天皇で、まあ古代にね、遡ると、大君ですね。 でまあ、7世紀になって天皇という呼び方が確立されてってだからこの頃の時代でもですね皇帝という言葉が使われてたりする時があるんですよ。で奈良時代から陛下ですねで、まあ、陛下以外の皇族の方のことを殿下と呼んだりとかですねするそうなんですよ。 でその後の時代、室町時代になると、えー、おそらくご御所と書いて、御世と呼ぶと、あの御世工業ってあの方向、高、まあ、おそらくこれ、地名というか、あれなんでご、御世様と、京都の御世様と呼ばれてたしたみたいですね。であと、江戸時代とかになってくると、天の子と書いて、天子様と呼ばれてたしたみたいですね。 だから、あの、時代,代によって呼び方は変わってるんですけど、要はまあ、特定のこ個人名みたいなものですね。<laughs> 現代風に言うと個人情報というか、個人名で呼ばない、個人名がな,ないみたいな感じなんですね。で、これがですね、何かというと、要はあの、その、第73世竹之内つくねの、の竹内先生の君抜きチャンネルやってますけど、竹之内つくね、 というのが古代からあのいらっしゃっててでそれがまあ,あのね竹内先生の時73歳だったわけですけどだから竹内すねと呼んだら、まあ、それに当たる人がいてあの個人の名前じゃなくてあのそういう立場の人がいてその人をそのように呼んでいたと。 だから、あの、竹野内すくでは、なんか初代が300歳ぐらいになるけど、本当は、それがまあ、入れ替わりだったりとか、同時期に何人もいたりとか、だからそういう立場の人、役職名とかあれに、とか、あと、何ですか、歌舞伎とかの何代目とかに近いような感じですかね。 な、なれないとね、あんまりこう意識しないと、ぽっとこう、令和天皇みたいな言い方をね、あの、なんかちょっとネットとか特にたまに見かけるんで、さすがにニュースとか報道レベルになると、そういうことは言わないんですけど、うん、なんかちゃんと教わってない、じゃないですか。なんか、とにかくそういう国家のことみたい。だから戦後の日本ってやっぱその、 そういったものをやっぱりこう否定してきた面があるしなんかあんまり触れてきてないんではっきりしないまんま結構私もなんかまあ結構多分全然大人になってから知ったんですねなんかそこら辺のだから天皇もしくは陛下ということで話を進めさせていただきますけどまあ現在の天皇ですねだから元鳴人臣の皇太子だった頃に あの、大分県の臼杵市に、あの、石人といって、あの、鎧を着た人を、こう、石の像というか、そういうもので作っているのがあって、それがまあ、要は、えー、鎧の部分がこう、上にあったら、下にこう、足がこう、棒みたいに石がついてて、で、まあ、薄と木,木でみたいな形見えるんですよ。 で、そこが、あの、薄木市の地名の由来になっていると言われているようなところがあるんですけど、そこにですね、あの、皇太子時代に、現在の天皇がですね、来られてた <laughs>、みたいなんですよ。私それ知ったの何年前か10、10年とか前だと思うんですけど、私最初そこに行ったのでええー、十10年ちょっと前ぐらいかもしれないですけど、で、なんか、大学で、学習院大学、文学部、私学科、 要はその歴史学をやってた人らしいんですけど、まあ考古学ですね。とかにもなんかもちろん詳しいみたいで、だからなんか、し、親近感というか <laughs>、なんか、ね、あ、すげえ、こんな、その、その今説明した石神、薄神社っていうのが、実はですね、私がそこに行った時に、その周辺で、あの、ど、どこですかとか聞いたりしたんですけど、 結構みんな知らないような神社、地元の人があんまりよく知らないような神社だったんです。<laughs> 最近なんか、ここ数年割と有名になったんですけどね。本当で、なんか、それこそ結構、うん、本当3、4年前とかでも好きな人と話してて、なんか知らない方がいたりとか <laughs> してですね、ちょっと逆,逆に驚いたというか、だからやっぱあの、 古代のことだったりとかやっぱ神社とかそういう遺跡っていうのは忘れ去られていくとまあ私もなんか運よくこううろうろしててたまたまたどり着けたんですけどやっぱね聞いても知らないとかなるとなかなかちょっと行かないしそもそもこうみんな意識もしなかったんでしょうけど <laughs> その後なんかだいぶ相当有名になったというかですねでまあ現在の天皇があの 国民文化祭というのが大分県であったときに、あの、大分県の文豪野市の御嶽流神楽らというものをですね、についてなんか話をしてたんですよ。だから、御嶽流神楽らの話が出るというのは、まあ、あの、こっちの方では有名な神楽らなんですけど、全国的にはま、そこまで有名じゃないというか、あれだ,だと思うんですけど、だか御嶽流神楽らの <laughs> 名前が出てくるって <laughs>、で、まあ、その、要は、 大分県の中心部、大分市とかじゃなく、その、まあ、どちらかというと、その、文豪の市という、ちょっと違う場所、ちょっと離れた場所にあるようなカグラについてですね、知ってて、で、やっぱりその、大竹流カグラっていうのが、やっぱ、あと非常に、まあ、珍しい情報を含む、神話のですね、含むというか、そういった面とかもあったりとかしててですね、あの、やっぱそういう考古学とか、古代のことを好きな人からも注目されてるカグラなんですけど、それが、あの、 国民文化祭の挨拶文の中で出てくる天皇なんですよ。だからもうなんか大好きですね、本当 <laughs> なんか失礼かもしれないですけど。まあなんかそんな天皇誕生日ということで、ね、2月23日新鮮というかね、平成の頃と変わって、ちょっと不思議な感じもしますけどね。まあ今日は天皇誕生日ということで、令和天皇についてお話ししてみました。 ご視聴ありがとうございました。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。